どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さん知らぬいデッキ使ってますか？最近知らぬいデッキもう使ってない方も多いんじゃないですか。無課金で作れる無課金の星だったあの知らぬいデッキ、まだまだいけますよ、まだまだいけます。知らぬい復活の宴、今日はですね知らぬいデッキをね作り変えてきたんですけど、これね強いです。普通に強い、結構ね環境デッキとも渡り合えるんで、なんか KC カップとかで使っても全然多分いけると思うこのデッキ。何が強いかっていうと、今までの知らぬいデッキに足りなかったカードが追加されまして、新ミニボックスで毒球部隊、これ毒球部隊めっちゃ強いっす。このカード俺何が強いかっていうと、自分のフィールドのモンスターをリリースして相手のカードを一枚破壊できるよっていうカードなんですけども、知らぬいって墓地シンクロができるじゃないですか。墓地シンクロで、墓地シンクロするときってレベル結構なんかその自分のフィールドのモンスターを墓地送ってからシンクロしたりとかあるんですよ。結構そういうパターン、あと底足落とし穴にはめられてしまったとかカナディアされてしまったとか、そういうモンスターってなんか結構処理に困ったりするんですけども、そういうモンスターを能動的に墓地に送りながら相手のカードを破壊し、そして墓地からシンクロ召喚ができると、この辺のこれがね素晴らしいシナジーがある、非常に強いで、今回はその土球部隊の強さを見せながら知らぬいギミックを、まあ、皆さんにお披露目していこうかなと思ってます。でね、結構防御札は割と難しいとこあって、環境に合わせて変えていく必要あるんだけど、やっぱりワンキル封じのクリボールと、あと今回レベル上昇にしてて、まあ、もちろんその、モノノベから 4-2 で、4上げて10いきなりするっていうのがメインなんだけど、例えばクリボール入ってるとその 4-2 出してで、レベル上昇で1上げてで7にするっていうこともできるんですよ。だからまあで結局これ出すときって 4-3 にしてた、ら墓地にレベル2の中断落ちなくて弱いってパターンじゃないですか。だからそれを克服すべく 4-2 でレベル上昇して、7にしてからシンクロするっていう意味でクリボールっていうのもある。あと防御弾にしても強いで、これはねなんだかんだやっぱりね、そのこいつのワンキルを助けてくれるっていうのもあるし、あとはアレイスターとかに打てば融合止まるし、なんだかんだ底なしとか回避できるんで、やっぱ1枚か2枚ぐらいは欲しいかなと。でこの筆はこれを除外したいんだよね、ポケモノを除外、要はその連続シンクロですよ。両投手ランに除外してシンクロした後に、質でこいつ除外してシンクロしたり、あとは宮塚さ除外してシンプルに例えばネクロバレー破壊したりとかもできるんで、まあこういう効果を使っていきたいと思って、まあ 1,2 枚欲しいんだけどちょっと枠が難しい。でこれは3枚ぐらいあった方がいいね。あ使ってる思ったけどめっちゃ強いからこれ3枚があった方がいい。でデモンズチェーンはあのレビオニアとか止めたい、できればレビオニアマジで強くてレビオニア止めたいのと、あと底なし落とし穴は、まあ、無限にどのデッキにもねめんどくせえモンスターいっぱいいるから、そういうモンスターを止めたいっていう、そういう感じですね。はい、結構ね知らぬいもう俺無理かなと思ってたんです。正直もうちょっと知らぬいの時代終わったかなと思ってたんですよ。いけます、全然いける、全然強い。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方ヨハン・アンデルセン選手、クリストロンかな、ちょっとわかんないです、多分クリストロンですね。で両投手はねクリストロンは、まあ、6シンクロしたって良さそうだね。でこことここで6シンクロしていく、はい、で肩が後ろに出していく。だから土剣部隊やっぱ結構強いんだけど、土剣部隊結構強いよねこれ。特に知らぬいと相性がいいと思うわ。やっぱその墓地シンクロするテーマなんで、ことない、 OK、 ことない。ドキュン部隊がその要は自分で能動的にレベル合わせにいけるんですよね。墓地のアレイスターか、アレイスターか、アレイスターはデモンズする。ちょっと呪縛をちょっとあれするわ、縛りつけるわ、やつは縛りつけていく。これで普通に手札から召喚マジやめて、セットオーケー。セットはもうこれドッキュンしよう。自分で自らのモンスターを墓地に送り、相手のトラップカードを破壊していく。あ、魔法カードやった。
フォーチュンフューチャーすげえカード入ってるな。で、なるほど。なるほど。ま、これは、一回、8シンクロ。いや、これ4シンクロじゃなくて6シンクロじゃね ?6 シンクロして、6シンクロして、まあ、ハデス出して、で、モノノベ効果でワンドローワンして、でも、宮塚市じゃねえや。影物ガチいらんから、影物捨てて、影物捨てんじゃん。で、なんもないじゃん、チェーン。なんもないじゃん。なんも、ちょっと攻撃反応系めんどくさいんだけど、まあ、一回ここ出すじゃん。戦神行くじゃん。で、戦神効果発動するじゃん、これで。で、アロクセカードがどうでもいいからだったら勝ちだから、これもう。で、カトナガミクラミで、一応、もうここでキル取りに行きますわ。今これ10もいけるんですけどね。これ10シンクロもいけるんですけど、これキル取りに行きますわ。はい。ほらね、こういうことなんですよ。イージーすぎるでしょ。独剣部隊でこれ、レベル合わせられるの結構強くないこれ、墓地の。さあ、お相手の方、バンデットキース選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ハンドはまあ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 悪く、まあ、まあ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 悪くはないか。ちょっとあの宮塚さんの使い方が贅沢になってしまう可能性はあるけどね。はい、サンダードラゴン OK。 サンドラか、まあ、サンドラは、警戒しないといけないのがクリボールなんですよ。表側のモンスターがいてくれるんだったら、そのカイトロイドはその戦神でケアしせずに5000とかでなんか殴ればいいんで多分いけるんですけど、めんどくせえのはクリボールだね。クリボールだけちょっとケアしたいっていう話はあるけど、宮塚さんまたいいかもしれないな。これ影物でいいんじゃないかな。多分そこらしにもあるか知らないと思うんだよね。で、影物でリリース、でレベル2のチューナー出していく、レベル2チューナー出していく。で、あの戦闘破壊するとキースの場合はインチキドローっていうね、いわゆるレベル5以上のモンスターが戦闘で破壊されると次のターン2ドローするよっていう、効果があるんで、基本的には戦闘破壊はしない方がいいです。サンダードラゴン相手にはこの盤面、しかもなんか壁出てくるでしょ、あの雷獣竜は。あ、それはね無理、マジで無理。ブリューナクはマジで無理だから、ほんと絶叫絶叫するわそれは絶対拒否。殴ってくれるのは別にありがたいですけどね、レベル2を墓地送ってくれるんだったら全然ありがたい。で、2400をワンキル取るにはどうすればいいかっていうと、セットカード1枚ある、セットカードが1枚ある。6シンクロは死に行っても良さそうな気がするけどな。6シンクロは死に行っても良さそうな気がするな。ここで、まあ、とりあえず影物で、やっぱこの影物と2でこの6シンクロするのめちゃくちゃ強いですよね。これ結局影物の効果でレベル2が戻ってくるんで、もう1回次のターンに墓地シンクロできるんですよ。これめちゃくちゃ強いです、なんだかんだこの動きは。で、はい、で、あ、なんかあんな、あ、狡猾か、狡猾めんどくせえな、狡猾か。まあでもここ打たせたと思う、ここは打たせたと思う。まあ、これはちょっと一回スルーするしかなくて、で、宮塚さ召喚で、宮塚さ召喚して影物だね、これ影物だね。で、影物リリースして、これシンクロしなくてもいい説あるな。シンクロしない説あるんだ。サンダードラゴンデッキってあんまりバックないんですよね。だからバックに恐れる必要は多分ないんですよ。だからこれこのままターンエンドして、で、この壁を守っとけばいい。貫通は多分ないはず。ちょっとあのレビオニアがめんどくさいけどね。まあ、墓地まだコスト溜まってないから多分いけると思うんだけどな。まあ、一応アドバンス召喚してからジェットシンクロンを蘇生するっていうぐらいじゃない、やることとしてしたら。雷合流もまだ出せないし多分大丈夫だと思う。あとはこのモンスターを殴ってくれないんだったら別に殴ってくれないで別に次のターンまたシンクロはできるんでね。はいはい、いいよ、そこまで読んでる、俺そこまで読んでるから。ジェットシンクロンで手札、捨てて、でジェットシンクロン蘇生していく。
でそれはマジで絶叫、絶叫していく、絶叫していく完全なる絶叫していく。殴ってくれるかどうかなんだけど、まあ、殴ってくれなくても結局8新キロか6新キロはできるんで、まあどっちでもいいっす、どっちでもいい、結局残ってても8は出るし、8か、10も出るか、10も出るね、8も10も出るんで、だからこれほっといても地獄、殴っても地獄って感じじゃない。でもだったら殴るっていう話あるけどね、これ残しといて地獄なんだったら殴った方がいいっていう説はあるよ。ケイスさん聞いてます、バトル OK、 はいはいはい、なるほどね、なるほど OK、 それはスルーと、なるほど、2だけ送ってするパターン OK、 考えろ。まずはここでどうしたら勝てるかっていうと、結局一発で仕留めればいいんですよね、一発で仕留めればいいから、ここでまず8を出すんですよ、8出して、でここで1500アップして45でしょ、4545で500下げる、500下がる、500下がるか、800下がるか、800下がるだから、これ届くんじゃない、これで刀神シラニーの効果発動して500下がって1100で4515と45だから、800下げて勝ちですね。これクリボールだけやめてもらって、自分試していいですか、対戦ありがとうございました、サンドラ討伐講座完了。てて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 、動画見てくれてありがとう。知らない杖は、知らない杖、なんか知んねえけど知らない杖、まだまだ全然杖、墓所封印なくなったからっすかね、やっぱね、すげえ強いんだけど、これは10か、レベル10しよう。知らない、なんか強いんだよな、なんか俺なんか弱くなったかなって思って、全然使ってなかったんだけど、なんか強いらしいぞって言われて使ってみたんだけど、すげえ強えわ。ホームラガミも、まあ、なんだかんだ強いしね、まあ、ちょっとね若干対策はされるようになった、因果切断で、こいつって破壊されないじゃん、あのホームラガミって、けどなんかその因果切断っていう最強カードあるから、今それで結構除外されるっていうパターンはあるね。だからまあ安心して立てられるモンスター、その今まで通りなんかもうその脳死で先行立てといたら勝ちみたいなモンスターではなくなったかなと思うんだけど、ただ強いわ。結局やっぱね墓地シンクロできるからね、なんかなんだかんだなんとかなるし、あとこれ土球部隊っていう最強カードがね、その墓地の能動的なシンクロを助けてくれるんで、すげえ強いっす、めっちゃ強い。これでほら今影物いいんじゃん、影物召喚してリリースしてさ、パターン終了、なるほど、影物召喚して、だからこれはだから結構、まあ、いろいろできるんだけど、ちょっと少々お待ちください。墓地に来て6出して、6からの2、8、8で、こうすると、影物からいくと、6から10だから、こうして、こうで、ここリリースして、で、まあ、とりあえず2を出して、うん、はい、で妖刀でこれこっちでいいね、物のべ除外して、はい、で6出して、はい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 、でいやいいえ、で62で小村神、じゃあ戦神出して、でちょっとぶん回すけどいい戦神出して、戦神効果で、戦神効果でこれ除外して、で除外されているチューナーを戻して、はいはい、で82だ OK。 でこの炎神2体立てといたらもう死なんでしょこれ、さすがに死なない、これはこれちょっと2枚使っちゃったら若干あれやけどね。たら、ホームラガミ知らぬいで戻すのは8じゃない、8戻してこれ破壊していく。
これは強あ、なるほど、インクリーズ OK バトル。いやこれは強いだろ。なんかあるわ、試してある。カイトロイドかな、カイトロイド強いな、カイトロイド強い。 OK カイトロイド、カイトロイド OK 了解。いやホムラガメ2体は強すぎるだろこれ。これもう返せんだろさすがに。究極の力を解き放て、超融合持ってくるやつか。なるほど、超融合持ってくるやつ、やばい。ノバマスターされてこれやばい。ノバマスターが来る。入ってんの、なんでそれ入ってんの、おかしいじゃん。どういうこと、どういうこと、嘘だろ嘘だ、強すぎるだろ、なんだよそれ。ふざけんで、俺のホムラガミ返せよ、俺のホムラガミ返せよ、ふざけんなよ。何が起きてるんだ今、何が起きてるんだ、一体全体今何が起きてるんだ。いや、どういうこと、マジでやばいこと起きた、ガチでやばいこと起きた。融合、いやもうこれ撃つしかないじゃん、槍撃ってバイオンか、バイオン撃っていくよ。でこれ融合止まれ、融合止まれ、マスクチェンジ来たー、マスクチェンジ来たー強すぎワロタ、強すぎワロタ、強すぎワロタマスクした意味あんまねえやん。マスクしてすぐ行ったやん、あいつマスクしてすぐ行っていく。ちょっとドラゴンメクロやばすぎん。